どうかな。うん、すごく美味しいと思う。本当？よかった。彼は私のクラスメイトのエイジ君。普段はおとなしく目立たない男の子だけど、実は誰もが知る大企業エンジェルホールディングスの社長を務めている。エイジ君には何度も助けてもらったこともあって、一緒にお出かけしたり一緒にお昼を食べたりするくらいには仲良くさせてもらっている。私はエイジ君のことが好きだけど、まだ告白はできていない。急にごめんね。喫茶店で出す新メニューの味見をお願いしちゃって。いや、俺の方こそお礼を言いたいくらいだよ。こんなに美味しいサンドイッチを食べさせてもらえるなら、またいつでも味見をさせてほしい。ありがとう。本当はエイジ君にお弁当を作ってあげたくて、マスターに新メニューの提案をしてお弁当作りの口実にした。なんて言えない。もう一つもらっていいかな。うん、私の分は別にあるから全部食べても大丈夫だよ。葵、沙織、どうしたの？ごめん、もしかして邪魔したかな。うん、そんなことないね、エイジ君。葵さんに用事なら俺のことは気にせずどうぞ。それとも席を外した方がいいかい？大丈夫、聞かれて困るような話じゃないから。葵って喫茶店でアルバイトしてたと思うんだけど、今ってアルバイト募集してたりするかな？ううん、今は募集してなかったと思う。そっか。うちで働きたいならマスターに聞いてみようか。ああ、いいのいいの、もし募集してたらって思っただけだから。そう？ありがとう、またね。とても大丈夫って感じには見えなかったけど。沙織、最近お父さんが亡くなったの。年の離れた妹もいて、お母さん一人じゃ大変だから、働いて家計の足しにしようと思ってるのかも。そうなんだ。何か力になってあげられたらいいんだけど。美月、今日も一日運転してもらってありがとう。これが私の仕事ですから、お気になさらず。それはともかく、まるで今日の仕事が終わった口ぶりですが、帰社後はチェックしていただかないといけない書類が溜まっています。すぐに帰れると思わないでくださいね。もう一頑張りするか。ん？美月、止めてくれ。どうかされましたか？それで、いつ返してくれるんだ？すみません。謝られても借金はなくならねえって言ってんだろ。まあ待て、子供相手に怒鳴りゃいいってもんでもねえだろ。すみません、兄貴。お嬢ちゃん、何も取って食おうってわけじゃないんだ。ただな、借りたものは返さなきゃいけないのは当たり前の話で、それがいつ頃になるかだけでも答えてもらわないと俺たちも困るわけさ。じゃなきゃ本当に取って食う羽目になるぞ。もう少し待ってください。沙織さん、こんなところでどうしたの？こんにちは。エイジ君？この方々は？それは。また来る。次こそはいい返事を聞かせてくれよ。大丈夫？うん、ありがとう。穏やかじゃない感じだったけど、何かあった？うん、なんでもないの。またね。語学友ですか？ああ、同じ高校の生徒で、沙織さん、葵さんの友達なんだ。葵様の？美月、沙織さんとあの男たちの関係は探ってもらえるかい？相変わらず業務外の仕事を押し付けてくれますね。と文句の一つも言いたいところですが、事情が事情、中華料理で手を打ちましょう。よろしく頼むよ。1週間後。社長、先日ご依頼をいただいた件の調査報告書です。ありがとう、すぐに目を通すよ。その前に一つ、今回は少しばかり面倒な相手かと。面倒な相手？相手は地元のヤクザ組です。なるほど、続きは葵さんと一緒に聞くよ。仕事中に押しかけてごめん。うん、ちょうど上がるところだったから。その後、沙織さんはどうしてるかな？実は今週の頭からずっと学校休んでるみたいなの。心配で、今日お仕事が終わったら家まで様子を見に行こうと思っていたんだけど。そっか、今日来たのは他でもない沙織さんの話なんだ。沙織の？美月、結論からお話をすると、
沙織様のお父様が地元のヤクザ犬崎組から借金をされていたらしく、沙織様は代わりに返済を求められています。借金？じゃあアルバイトを探していたのは今ってアルバイトを募集してたりするかな？借金返済のためでしょう。お父様が亡くなられて以来、お母様も体調を崩して仕事を休職しているらしく、経済的に逼迫しているようです。ただその借金は沙織さんに返済の義務はない。しかるべき手続きを取れば親の借金は子が返済する必要はないんだ。そうだったんだ。しかもその借金はお父さん自身がしたものじゃなく、お父さんの友達がしたもので、勝手にお父さんを連帯保証人にしただけ。私文書偽造なら法的にも問題ありだ。沙織様はそういった事情や方法を知らず、お父様の代わりに返さなければいけないと思っていらっしゃるのでしょう。相手はヤクザですから、そのあたり沙織様が気づかないようにうまくやっているのかと。私、沙織に教えてあげてくる。俺も一緒に行くよ。あの子、沙織の妹。こんにちは、お姉ちゃんいる？いない。男の人たちに連れて行かれた。連れて行かれた？一足遅かったか。そんな。美月、葵さんを家まで送ってくれ。承知しました。エイジ君はどうするの？俺は今から犬崎組の事務所へ迎えに行くよ。私も一緒に行く。エイジ君、お願い。相手はヤクザだ。俺の言うことをちゃんと聞くって約束できるかい？うん。わかった、急ごう。失礼します。なんだ？おいおい、ガキがゾロゾロなんのようだ。連れ去られた沙織さんを返してもらいに伺いました。おいおい、まるで俺たちが無理やり連れてきたみたいな言い草だが、こいつは自主的にここに来たんだ。変な言いがかりはやめてくれ。親の借金を理由に脅していた人たちに沙織さんが自主的についていくはずがない。それは今の彼女の姿を見れば明らかです。なんだ、事情は知ってるのか？別に取って食おうって話じゃない。俺たちが借金を返せるように楽に稼げる仕事を紹介してやろうって話さ。いいからさっさと解放しろ。調子こいてんじゃねえぞ、クソガキが。社長に手を挙げる者は何人たりとも許しません。この女。ヤクザが女子高生を連れ去ったなんて、本来は警察を呼びたいところですが、何も言わず解放してもらえませんか？騒ぎにするのはお互いの立場を考えれば望むところではないでしょう。若いのに随分肝が据わってるな。社長と呼ばれていたことといい、お前何者だ？ご挨拶が遅れて失礼しました。私はこういうものです。エンジェルホールディングスの社長だと？エンジェルホールディングスの社長がたかが女子高生一人のためにどうしてここまで？同じ高校に通う同級生、それ以上に大切な人の友達なので。もし解放してもらえないようでしたら、こちらも相応の対応をさせていただきます。もともと親の借金は子に関係なく、さらにその借金が私文書偽造による押し付けだとしたら、本当に警察のお世話になる案件です。後日うちの弁護士をよこしますが。ガキが慣れ慣れしくしてんじゃねえぞ。やめろ。わかった、お前の言う通り騒ぎになるのはお互いに望むところじゃない。いいだろう、その子は連れ帰るがいい。聡明なご判断ありがとうございます。なんであんなガキの言いなりになっているんですか？お前、エンジェルホールディングスを知らないのか？エンジェルホールディングス？高校生のガキが若くして社長に就任したのは風の噂で聞いていたが、奴がそうだとはな。ヤクザといえどしのぎがなけりゃやっていけねえ。だがエンジェルホールディングスに目をつけられたら、この町でまともなしのぎはできなくなる。先代に言われたよ、エンジェルホールディングスにだけは手を出すなってな。それだけ影響力が大きい会社だ。そんなにヤバい会社なんすか？至極まっとうな会社だ。だからこそまともにやり合ったらこっちの部が悪いのさ。お前らもこの件はもう忘れろ。いいな？はい。お姉ちゃん、ただいま。エイジ君、葵、今日は本当にありがとう。
気にしないでよ。困った時はお互い様でしょ。お父さんの借金の件はうちの弁護士を後日よこすから相談してくれればいい。それとは別に、よかったらうちの関連会社でアルバイトを募集しているところを紹介するよ。条件はそれなりにいいと思う。何から何まで本当にありがとう。じゃーん。今日はまたすごく豪華だね。そうかな。これも喫茶店の新メニューの試作品？うん、ぜひ感想を聞かせて。豪華なのは新メニューだからじゃなくて、沙織の件のお礼だから奮発したなんて恥ずかしくて言えない。うん、美味しい。そういえば沙織さん、無事にうちの関連会社で働いてもらうことになったよ。これで少しでも家計の状況が良くなればいいんだけど。本当？よかった。エイジ君、この前は本当にありがとう。それにアルバイトの紹介も。お礼にお弁当作ってきたんだけど、よかったら食べて。あれ？ふーん、そういうことか。何？別に、なんでもない。邪魔しちゃったかな。そんなことないよ。せっかくだからみんなで食べよう。葵、横取りしたりしないから後で詳しく聞かせなさいよ。うん。エイジ君にはいつも助けられてばかりで感謝しかない。でも今はそれよりも、この後沙織からエイジ君との関係を根掘り葉掘り質問されると思うと恥ずかしくて仕方がなかった。こんにちは、葵です。陰キャの恩返しシリーズのコミカライズ版、陰キャの恩返し。いつも一人でいるぼっち男子の正体は大企業の社長でしたのコミック単行本が、講談社シリウス KC から2月9日に発売されます。単行本特典として動画版、漫画版シナリオ担当の柚本春人さんによる書き下ろしエッセイス、社長になった日のことを収録しています。概要欄に URL を載せてあるので、ぜひチェックしてみてください。また書店でご購入の際は、こちらの画面を書店員さんに見せていただくとスムーズにご購入できます。よろしければご活用いただけると嬉しいです。エイジ君と私たちの物語をコミックスでもぜひお楽しみください。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。